メダルはもう渡したわ。私を港に返して。目的はメダルなんでしょ。これはね、アステカの黄金で作られた呪いの金貨なんだ。882枚作られて、これはそのうちの1枚。私は呪いとか幽霊の話なんて信じませんからね。俺もそうだった。死の島でこの金貨がぎっしり詰まった宝箱を見つけるまではな。俺たちは大喜びしてその金貨を豪勢に使ったもんだ。ところがな、どれだけ金貨を使っても満足できない。そう、それこそが呪いだったんだよ。俺たちは全員呪われてしまったんだ。自らの欲に呪われ、どんなことをしても何も感じない、決して満たされない体になってしまった。それはかわいそうに。だが一つだけ呪いを解く方法がある。882枚の金貨を集めて元の宝箱に戻すのだ。そしてそこに償いの血を注げば呪いは解かれる。10年だ。金貨を求めて船という船、港という港を襲い、片っ端から略奪して回った。そうやって881枚の金貨を集めた。だが最後の1枚だけがどうしても見つからない。君がおとぎ話の海賊の本を読んでいる間に、呪われた俺たちは死よりも辛い絶望を味わってきたんだ。だが君のおかげでやっと最後の1枚を手に入れることができた。これを元の宝箱に戻し、償いの血を注げば呪いは解ける。俺は救われるんだ。償いの血って何のこと？君を返せない理由がそこにある、ミスターナ。月の光を浴びると正体を隠せなくなる。俺はもう命のあるまともな体じゃない。だから死ぬことができない。この苦しみがわかるか。幽霊の話は信じた方がいいようだな。君が乗っているのは幽霊船だからね。I want to be your head right now. You are the place, my only hope. Yeah, just like the flowers that bloom and fall to me over and over again. 傷ついて傷つけて繰り返し、それでも僕らさ。Keep the flame alive. I want to feel your hell right now. You are the place, my only hope. I know.
さて、これで金貨は882枚すべて揃った。あとは償いの血を注げば、晴れて俺たちの呪いは解ける。ソラ、逃げるぞ。ここは任せて。船の準備ができたらあいつを頼む。わかった、のろしをあげるから待ってろ。俺に力を。はよ、イカたちよ。はっ、はっ、炎よ。あとは償いの血を注げば、晴れて俺たちの呪いは解ける。待て、まだだ。チャンスが来るまで辛抱強く待つんだ。チャンスって一体いつ。俺が信用できないのか。まあ気持ちはわかるが、ここは少し大人になっておとなしく待ってろ。血の呪いを血によって解かれよ。おい、お前の父親はビル・ターナーなんだろうな。違うわ。どうなってるんだ。この娘を連れてきたのは誰だ。確かにターナーと言ったんだ。やってるんだよ、本当に。ふざけんなよ、お前。金貨を返せ。追いかけろ。逃がすな。海賊たちにターナーって名乗ったのは本当かい。どうしてそんなことを。わからないわ。エリザベス、そのメダルは。昔遭難したあなたが首にかけていたものなの。そうか、やっぱり僕のだったのか。父からもらったものだから大切にしていたんだ。ごめんなさい。なぜこのメダルを隠してた。もしかしたらあなた海賊なのかと思って。そんなの嫌だったの。そうだったのか。
分かったぞ。バルボッサが欲しかったのは僕の父親の血だったんだ。僕の父親の血、僕の血、海賊の血だ。ジャック、生きていたとはな。お前の裏切りで無人島に置き去りにされた時は何もかも終わりにしようと思ったぜ。お前が慈悲深くも残してくれたあの銃でな。でも俺は諦めなかった。往生際の悪いやつだ。褒めてもらって光栄だ、バルボッサ。礼と言っちゃなんだが、俺があの金貨を取り戻してやろう。さあ、縄を解くんだ。偉そうに。お前はもう俺の船長でも何でもない。命令できる立場だと思うのか。試してみるか。おい、バルボッサ、俺のブラックパール号を返せ。おい、こいつを閉じ込めておけ。インターセプター号だ。船長、どうします。分かりきったことを聞くな。見て、どうする？ジャックならどうするかな。さあ、逃げるだろうな。じゃあ俺たちも。ああ、うわお、あビリー、気を使って。もう戦うしかないぞ。海賊に勝った。それはどうかな、ジャック。小僧、そのメダルを返してもらおう。人質がどうなってもいいのかな。僕と取引だ。船から出て行け。俺たちは撃たれても死なないんだよ。あんたたちは死なない。でも僕は死ねる。僕はウィル・ターナー。父はビル・ターナーだ。正真正銘の一人息子だ。え、言う通りにしろ。さもないと僕は死ぬからな。ターナー君、条件を受けたまわろう。エリザベスとソラたちから離れろ。船から出て行け。それだけか。それだけだ。では海賊は去るとしよう。ハートレスは残るけどな。汚いぞ。
う大丈夫だ。バルボッサ、今のうちに笑っとけ。すぐに決着をつけてやるからな。さて、これで金貨は882枚すべて揃った。あとは償いの血を注げば、晴れて俺たちの呪いは解ける。今度こそな！やっほー！お宝だ！生きてたのか！その通り！僕たちは伝説のアジョウ！キャプテン・ジャック・スパロウ。ソラ！ギョギョリくん、グフィーだよ。ガキの海賊ごっこは家でやってろ。おい、かかれ。海賊ごっこはおしまい。ありがとう、助かったよ。ジャックは？頑張れ。なんだって？あ、ジャック。愚かなジャック・スパロあいつ。おいピート、こいつを何とかしろ。ほら、やっぱり俺に頼るんだ。さて、続きだ、バルボッサ。それはもういいって。あの時の銃と弾返してやる。忘れてるようだが、ジャック。いつまで笑っていられるかな。はあ、呪いが。
これからどうするんだ。俺が何のためにお前らに付き合ったと思ってるんだ。そうだったな。ありがとう、ジャック。また殴られるかと思ったぜ。ジャック、元気で。でも、悪者はダメだよ。じゃあな。ビリー！よかったな。あれ？そりゃ赤くなってる？んなことないって。ジャイアシャンの音思い出したんでしょ。うわっ。俺さ、実はドナルドが欲張って呪われないかとヒヤヒヤしてたんだよな。ああ、僕も。アラジンたち元気だといいね。リクも一緒にいたりして。王様もね。欲張りだな。一番の欲張りは誰だよ。誰だよ。イヤーゴだ。違うんだ、違うんだってば。そうだけど違うんだ。前の俺とは違うんだって。とっても反省して悪いことはやめたんだ。どうだか信じてくれよ。ジャファー、俺ジャファーと一緒に魔法のランプに閉じ込められただろ。なんとか逃げ出したけど行くところがなくて。大丈夫、世界は広い。あんまり。ねえ、ちょっとかわいそうだよ。俺、アラジンたちに謝りたいんだ。あんたたちから俺のことを話してくれないかな。ねえ、そりゃ、ドナルド？危ない！次へと、もう！今だ！
はい、うわー